はい、皆様、おはようございます。日本の方、おはようございますですね。ハワイの皆さんは、こんにちは。今日は世界中の皆様にですね、メッセージなんですが、まもなく、あと、30分ほどでですね、ハワイとカリフォルニアを中継いたしまして、スピリチュアルとビジネスの融合ということで、ソーシャルメディア、テレビ特別対談、カリフォルニア在住の岩本隆久さんをお迎えしましてのライブが始まります。こちらのチャンネルはですね、ソーシャルメディア TV のスピリチュアルチャンネルというですね、新しいチャンネルになります。今日はたくさんの方にですね、このライブ参加表明をしていただいているわけなんですけれども、この対談に来るまでには様々な実は障害がありました。まず今日もライブ配信直前にですね、スカイプ専用機の方が、ウイルスに感染したということで、このライブ配信中に燃え尽きるかもしれませんけれども、とにかくもうやっていきたいと思っています。で、この対談が決まったのが今から約、3週間ぐらい前なんですけれども、その3週間の間に、私の人生を揺さぶるようなですね、いろいろな出来事がたくさん起こりました。私が今日対談の中でぜひ岩本さんに伺いたいのはですね、スピリチュアルとビジネスの融合ということなんですが、このスピリチュアルなテーマに関しては、私もすごく心の中で温め続けていたんですけども、ある意味私はちょっとオブラートにかけてた部分ってすごくあるんですね。今日は、そのオブラートを取り払いまして、スピリチュアルとビジネスの融合について、岩本さんとの対談ということになります。まもなく日本時間朝9時からのライブになります。いつものライブ配信の夜9時ではありませんので、お楽しみなさってください。それでは後ほど。